頭、大変です。頭が猫になってます。お前も犬だぞ。マジか。あれ、こんなところにメモが。お姉ちゃんたちに映画の宣伝をするのに変態とむっさい男じゃなんだから、お前らを魔法で犬猫にしておいた。しっかりやるように、ミスミ。にゃるほど。にゃるほどじゃないっすよ。うるせえ、七子。どうでもいいし、寝るわ。子供すでに猫。おい、ドーメキ、帰るぞ。ワフ。お前も。それにしても、俺が猫ってのがね。頭の猫の種類は何なのか気になります。ミスミさんが言うには、何でもロシアンブルーとかいう種類の猫で、その名前の通りロシア原産の青みがかった灰色の体毛が特徴の猫で、気品漂う美しさからロシアの皇帝や貴族たち、英国の貴族階級の間でも寵愛されたとあります。頭、猫になっても綺麗です。どうどうどう。お前の犬種っつうの、ゴールデンなんとかってやつ。はい、おそらくゴールデンレトリーバーです。ゴールデンレトリーバーは性格は穏やかで辛抱強く、よほどのことがなければ怒ることもありません。しかし犬によっては噛みつき癖を持った犬もいます。叱るといじけやすいので褒めて育てましょう。お前めんどくせえな。頭、俺はいじけません。噛みつき癖か。俺に噛みつきたいか、ドーメキ。どうした。ん、勘弁してください。なんだそれ。そして俺は見ての通り七子な。秋タイヌス。七子。お前は三な。細かいこと言うなよ七子。中堅さん七子。七子さん。認めたな。おいおっさん、なんで俺が猫になってんだよ。このエナメルのような光沢毛並みはボンベイか。知るかよ、こっちが聞きてえわ。って俺まで犬になってんじゃねえか。おっさんはグレートデンだな。ちゃんとしつければ温厚な犬だ、安心しろ。詳しいな。おお、お前らもかよ。やしろ。あんたが気品高いロシアンブルーって似合わねえ。お前実は犬とか猫とか好きだったのな。にゃ。おい、クガ。ああ、にゃんだ、おっさん。お前にも動物好きとか可愛いところあったんだね。うるせえ。それより戻る方法ないのかよ、お医者さん。こんなわけわからん事態にどう対処しろってんだ。確かにな。なんだよ、人のことじっと見つめて。おっさんの垂れ耳いいな。ちょっともふらせてくれよ。ま、やめろ。猫になってもやることは変わんねえな。おい七子、今日の予定はどうなってる。はい、今日はジュールの上前を跳ねてたとこに行ってから、ミスミさんとの会食です。あー、めんどくせ。どっかにしけ込むか。ダメです。頭、頭連れて行かないと俺がミスミさんに。よしよしよし、それ取ってこい。カシラ、カシラ。ドーメキ、お前は俺がどんな仕事をしているか答えてみろ。はい、七子さんはカシラの射程で新世界を取りまとめています。よし、よくできた。はい、素直だな。お手。ワフ。お前犬になるとなんか可愛いな。よし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 。ワフワフ。これだけのまた旅があれば次の上納金もバッチリだぜ。今は枝だが、
ゆくゆくはこの俺が同心かよ。へえ、楽しそうだね。よしろ、てめえ何しに来やがった。暇つぶしに。暇つぶしだ。随分と舐めた態度じゃねえか。玉取られてえのかこれ。龍崎よ、その格好で凄んでも怖くねえよ。体調悪そうですが、大丈夫でしょうか。それはおめえ、発情期ってやつだ。発情期。そうそう、この時期は誰かで構わずで大変だからな。発情期。おい、聞いてるか。すげえ尻尾振って楽しそうだなおめえ。おい、ダメだぞ。ステイステイステイ。先生、ドーメキ、今日は犬同士腹を割って話そうじゃないか。七子さん、ヒゲがチクチクします。腹を割って何を話すんだ。そりゃ犬頃になっちまっていろいろあるだろう。頭の俺を呼ぶ声がよく聞こえます。おお、確かに耳とか鼻とかすげえ敏感になってやがる。そうそう、盗み聞きがすげえはかどるのな。よう、あ、待って、今のなし。おい、ヤシロ、猫になってなんか変わったことあるか。毎日お勤めサボりたい。あと毎日発情期だな。さっきから人間の時と変わってなくね。そう？お前は？俺はあれだな、縄張り意識が強くなったっていうか、ちょっかい出してくるやつはとりあえずボコボコにしてるわ。お前も変わってなくない？ドーメキ、ちゃんと見張っとけよ。はい。今視界の端に何かが。今度は左。どこに。うるせえ。頭、気をつけてください。何者かが潜んでいるみたいです。ドーメキ、多分それお前の尻尾。たまには一人でどっか散歩でも。頭、散歩ですか。いや、一人で散歩に。カシャ、散歩です。犬の前で散歩って言葉使うと罪悪感がすげえ。あ、散歩だと。え、何、お前はうちの子じゃないけど。証拠りもなくまた勝手に入ってきやがって。勝手にとは偉い戦だな、七子ちゃんよ。気安く呼ぶんじゃねえ。ドメキ、いいか、ここは絶対に死守だ。死守します。おい、ヤシロ、この中堅どもうるさくてかなわねえ。俺はおめえに用があってだな。え、そんなこと一言も聞いてねえ。やんのか。うるせえ犬頃ども、事務所で騒ぐな。って聞いてねえな。おい、お前らの好きな散歩行くぞ。お散歩。よし。おい、クガ、ここはお前の爪研ぎじゃねえって何度言わせんだ。んなこと言ったってしょうがねえじゃねえか。猫の習性なんだからよ。畳完全に行ってるじゃねえか。どうすんだよこれ。悪かったって。でもよ、お医者さんがちゃんとしつけてくれねえからこうなるんだぜ。ほんとたまんねえわ。本能ってやつだ。
使命感と言ってもいい。誇らしげに言ってんじゃねえ。お前のせいでこの部屋ズタズタだな。おい手伝え。俺パース。眠て。こっちも片付けねえと。じーと見せかけて起きてんなら手伝えや。ふやっ。いるからサボってねえで事務所帰れよ。やだ、影のところがいいにゃん。可愛くねえからやめろ。事務所は犬ころがうるせえんだよ。たく、茶飲んだら帰れよ。まああれだ、本能ってやつだな。お前もか。頭印ダンボール、頭印紙袋、頭印鍋。今日の頭は、ん？これは、これは龍崎さんの。どうめき、何して。あ、へー、面白そうじゃねえか。朝つらい。だいぶ持ってんな。これから会合。この文章で自撮りいるか。頭、これ以上見るのはやめましょう。かわいそうです。眠い。そこは可愛くない自覚あるんだ。ここか。おう龍崎、俺が可愛く撮ってやろうか。ついでにアプリで持ってやるよ。てめえ、まさか。お前の自撮りアカウントなんて知らねえよ。あれはな、しのぎのために仕方なくやってんだよ。人気が出ると商品紹介とかでパーッと。へえ、フォロワー6人でパーッとね。頭のアカウントはフォロワー50万を超えましたので、次は動画で稼ぐようにと。うるせえ、おめえらのアカウントと俺じゃ方向性が違うんだよ。確かに頭は可愛さで人気を集めていますが、龍崎さんのは可愛いというよりもシュー。ああ、ぶっ殺されてえのか。俺だってもうふまふでキョロなんて可愛いだろうな。可愛い、それも可愛い。お前、頭の部屋で何してたんだよ。頭が良さそうにしてる声がダダ漏れてんだよ。顎の下を撫でるように言われただけです。え、それだけなわけねえだろ。鼻筋も撫でました。あと尻尾の付け根も好きみたいです。お前がそんなに頭のいいところ知ってんのおかしいだろ。なんだよ。七光さんは頭に頼まれないんですか。どうめき、これなんだと思う。猫の行動がわかるアプリですか。そう。さて問題です。これは一体どの猫の行動でしょう。どのって、うちに猫は。七光さん。おうよ、これで頭の行動は丸裸。頭やっとうるせえのがいなくなった。ただいま戻りました。おかえり。どこ行ってたんだ。頭に使いを頼まれてました。何買ってきたんだ。これです。あ、バター。こんなにたくさん。おい、お前まさか。分かってねえのかよ、犬にバターって言ったら。おう、ドメキ、あれちゃんと買ってきたか。はい、こちらです。よし、早速やるぞ。頭、一体何を。
何って、あれに決まってんだろ。ダメです、赤パンされます、三住さんに怒られる。クリスマスケーキ作りで、ですよね。先生じゃないっすか。どうしたんすか、ため息ついて。お前こそ。あと、ため息は自律神経を整えてくれるらしいぞ。マジっすか。ってそうじゃなくて、今先生んとこに頭行ってませんか。八代か。いや、来てねえな。それよりも、クガ見なかったか。クガもいないんすか。そうなんだよ。どこ行きやがった。こないだ GPS 付きの首輪を手に入れたんですが、速攻バレました。やっぱやるしかねえか。何をすか。マイクロチップだよ。マイクロ。マイクロチップはあいつらの首の後ろにブスッと埋め込むんだよ。ついでに GPS もな。そしたら24時間365日あいつらがどこにいるか手に取るように分かるんだ。すごいだろ。こんな生き生きした先生初めてっす。寒い。雪でも降りそうな寒さっすね。頭のためにこたつを用意しました。おお、お前にしては気が利くな。雪が降ったら猫はこたつで丸くなると聞いたので。プッ、ガキかよ。じゃあお前庭駆け回ってこいよ。どうめき。はい。こたつの中でいいことしようぜ。はい。なんなの？俺は寒い。クガよ、いい加減打ち来る気になったか。ああ、そんなわけねえだろ。寝ぼけてんのか。おいおい、そんなこと言っちゃっていいわけ？後悔したって知らないぞ。何があってもあんたの下につくなんて真っ平だっつ。モフモフの秋田犬がいるぞ。でっかいゴールデンレトリーバーもな。つやつやのロシアンブルーも。いや、それはいいです。ひどくない？どうめき、そういやお前警察犬だよな。元ですが、あと警察犬ではなく警察官でした。大体同じだろ。警察犬って何すんの？いろいろですが、嗅覚が鋭いので現場に残った物の匂いで犯人を探したりします。おー、ちょうどいいじゃん。俺の部屋にこのペットカメラが仕掛けられてたんだけど、お前犯人見つけてくんね。匂いかけよ。あ、ヤシロの中堅、何してんの？頭を迎えに来た。てか中身だけじゃなくて体も犬になってるし、ぴったりだな。クガの毛並みも綺麗だな。だろ？触り心地も最高なんだぜ。触ってみる？いや。おーい、出た、ヤシロ。何してんだお前ら。ドーメキが触りたいって言うから。違う。あ、そう。じゃあ俺先に帰るわ。お前は戻んな、バーカ。頭！やべえ、あいつらいじりがいあるな。頭！三住さんからメモです。おう、読め読め。お前ら映画の宣伝はしっかりやってるか。明日そっちに行くから成果をまとめておけ。俺が認めたらお前たちを人間に戻してやる。やった、頭！俺たち人間に戻れます。無理じゃね？俺たちは映画の宣伝をできたのでしょうか。あ、今からやりましょう。いきます。せーの。サイズル鳥は羽ばたかない。ザ・クラウツキャザー。見てくれよな。見てにゃ。見てください。アイガット、バッチリっす。いや、ダメだろ。